群の軽装として有名な阿寒川。清らかな流れは蛇行を繰り返し、倒木や岩盤が随所に見られます。今回の釣り人は林純吾さん。オフショアからトラウトフィッシングまで幅広いフィールドで活躍するアングラーです。狙うのはニジマス。今日はもうキャッチャーのリリースの河川、阿寒川ということで、非常に人気のある河川で、かなりハイプレッシャーで、魚は結構見えるんですけれども、ただかなり連日叩かれているので、なかなか、買わせるのが難しいかなと思ってますけれども、それでもなんとかね、まあ目標はそうですね、10本ぐらい釣れたらいいなとは思ってます。狙う魚種は何ですか？狙う魚種はもうここはもうレインボーですね。レインボーがメインとなってますので、まあおそらく、パッと見てもレインボーしかちょっといないんじゃないのかなと思いますけれども、はい、大きさはだいたい50から60ぐらいなのかなと、思います。期待してます。そうですね、頑張ります。まず最初に使う、ルアーなんですけれども、スプーンですね、この黒系の、スプーン、こちらを使っていきたいと思います。まあ、これはですね、なんかここの魚結構水生昆虫をなんかこう食べているということで、まあ、こういった小さいスプーン、これになんか反応がいいということなので、ちょっと最初に、こういった小さめの、黒っぽい虫っぽい、スプーンで試してみたいと思います。でその辺でも今ライズしてますし、少し手前からちょっと狙ってきますね。朝5時、フィッシングスタートです。どうしても全然反応しないですね。流れの緩やかなポイント、奥のストラクチャーを狙いますが、まだ活性が低いのか。全然反応しないですね。反応しないですね。予想外ですね、これは。渋いですね。見向きもしないですね。もういますね。いますけど追ってこないんですよね。全く。そうですね、擦れてはいますね。ちょっとアクションつけて少し。やってみる。そうですね、ちょっとミノーに変えてみます。ここで作戦変更です。はい、このピンク系のヤマメからですね、こちらでちょっとアクションかけて、スプーンの動きがちょっと反応しないので、ちょっとミノーでアクションかけて、リアクションバイト、させようかなと思ってます。おいでそうですね。これで反応するかどうかちょっと見てみます。あ、反応しましたね。今来てます。今ピュッてこうアタックしてきましたけど、乗り切れず、一瞬反応するんですけどね。あ、ちょっとやりたいんですけど、ちょっと。お、来た。追っかけてますね。ああ、追っかけてますね。手前で U ターンされました。顔は出した。
もう出した後ろずっと追っかけて、今も追っかけてますね。なんか食い切れない感じですね。なかなか当たりがない中、新たな手を考えます。次これですね、ナチュラル系の、まあ、よく使う5センチぐらいのヤマメからですね、こちらを使っていきたいと思います。もうちょっと派手めな動き。そうですね、結構ヒラを打つ感じですね。これはかなり。そのヒラを打つというのはどういう、なんですか、ね、横にって横を向くっていうんですか、こういうアクションになる、左右の動きになりますね。今食いましたね。いや食いましたね、今バラしてしまいました、すみません。なんか追っかけてくる魚があんまいないですね。なんか、ないですね。ちょっと下の方、魚はすごくいるんですけど、あ、手前のがちょっと反応しましたね。魚たちはまだ顔を見せてくれません。今ひったくってたんですけどね。乗らない。惜しかったですね。緩やかにカーブするポイントに移動します。浅い方に、よいしょ、よいしょ、あ、よかった。とりあえず1匹目釣れましたね。少しアップ気味に投げて、そこに倒木が沈んでるんですよね。で、沈んでる前に何本か魚がいるのを見えたんで、まあ、上から少し沈め気味に、でその倒木の前でターンするような感じで、こっちを向かルアーをこっちにこう前から来たのをこっちに U ターンさせるような形で食ってきましたね。まあ、流れも結構強いっていうのもあって、向こうはちょっと少し緩めだったんで、まあ、見切られたのかな。こっちは結構早く流れてるんで、まあ、その分ちょっと魚もまあ、こういう逃げられまいとして結構、パッとスピーディーにやる気持ってね、食ってきたのかなと。なんか番組スタッフによると、ここ実績ありという情報がありましたが、はい、やっぱりその通り。いや、その通りですね。あ、でもありますか。51センチぐらいなんですかね、これね、多分。そうですね、51センチですね。はい、公約達成。まずは1匹目ですね、はい、ようやく出た1尾目。同じポイントで続けます。追ってきますね。少し沈めます。スプーンに変えてみます。もう一度同じですね、朝と同じ
これをちょっとアップに投げて沈めて、ちょっと攻めてみたいと思います。結構引きますね。まだ頑張りますね。素晴らしい。引きが強くロングファイトに、取れました。そうですね、力強かったですね。これは非常に、今のはこう川を縦に使うように、はい、そうですね、アップに投げて川の流れにこうスプーンを乗せて、まあ、先ほども、まあ、今使ってたのがこの黒いアワビ割りのこういう小さめのスプーンなんですけども、これをまあ上流の方からこう流して、まあ虫がこう流れてくるかのようなイメージでまあ引いてきましたね。それで食ってきたというような感じですね。かなり長いファイトになりましたが。そうですね、結構引きましたね。これも醍醐味の一つですか。そうですね、レインボー結構走る力が強いんで、かけてからがやっぱり楽しいですよね。なんか色も相当いい感じだし。そうですね、結構綺麗な色してますよね。はい、こうなってくるとまた面白くなりますね。そうですね、はい、あとは8本少し。ナイスファイトなニジマスでした。魚をさばいて調理したい、そんな方におすすめの一冊。魚のさばき方から盛り付けのコツまで、全147レシピを可愛らしいイラストで分かりやすく紹介しています。料理が得意な方もそうでない方も、ぜひ魚料理にチャレンジしてみてください。林さん、さらなる釣果を目指します。うわあ、めっちゃなる、太かったですね。なんか今根がかりかと思ったんですよね。重かったですね、今。移動しますか。
再び上流へ。スタート地点に戻りました。活性は上がっているでしょうか。強引に入れました。もう定義的に朝と同じ感じですか、ここの攻め方は。そうです。いや、朝はまあ横かダウンで打ってたんですけど、今は少しちょっとアップ気味に投げて、さっきみたいに少し上からスーッと流れてくるような有価物のようなイメージ で、あー、向こう側に一本こう沈んでる木あるんですね。で、木の際に、なんかやる気あるやつが何回か追っかけてきたんで、それが今食った感じですね。じゃあそのカーブの木の際でしたよね。そうですね。やっぱりああいうストラクチャーにやっぱりついてる、結構魚ついてるんで、ああいうストラクチャーのところのこう足元とかついてる魚って結構食いやすいというか、こういう開きに出てるやつよりはああいう障害物の、ところにこうピタッとくっついてる魚の方が、結構食いやすいですね。はい。なんか朝と状況が変わってきたかなって雰囲気は。そうですね。もう朝は本当にどうなることかと思いましたけど、まあ、だんだん魚の活性も多分日が昇るにつれて上がってきたんじゃないのかなと思います。この子はまた随分と太い感じで。そうですね、太いですよね。何食べてるんですかね、はい、ではリリースします。林さんに釣りについて伺いました。川釣りはどれぐらいなんですか、経験は。トータルだともう30年ぐらいやってるんじゃないですか。マジっすか。多分18ぐらいからなんかいろいろやってるんで、魚がとにかく綺麗っていうのと、あとポイントがまあ分かりやすいって言えば分かりやすいじゃないですか。海だと結構回遊待ちみたいな感じで、でそういうところを見つけて、そこで魚が出るとね楽しいなと、なおも同じ場所で続けます。この粘りが林さんの真骨頂。めちゃくちゃ反応する魚いるんですよね。本当に。そうですね、また同じパターンですね。ストラクチャーの際にいたやつがまたかかってきましたね。顔まん丸ですけど、サイズ的にはさっきの。そうですね、大体もう全部同じぐらいですよね。大体50ちょいとかそのぐらいじゃないですかね。はい、ここで上流に移動。流れの緩やかなポイントに狙いを定めます。あれですね、開きにいる魚は警戒心強いですね。あんまり食ってこないですね。反応が薄い。一転して流れが強い場所に。
今はこの深みのところですね、この流れ込んできて白を渡ってその下が深いんで、大体まあこの深いところから緩いところに変わるぐらいのところに結構定位したりするんで、あ、なんかライズしました。あるんですか。送った。よいしょ。よいしょ。さっきよりはサイズ小さいですね、これね。2回ぐらいココンってきてたのと追いが1回あったので、多分あのそれとは別の魚ですけどね。ええ、魚自体は結構ここはそうですね、いてやる気もある感じで、やっぱり少し流れが強いところの方がやっぱり反応はいいですね。ええ、緩いとどうしても見切られるし、なんか魚のやる気がなく警戒してますからね。こういうところの方がやっぱり結構反応がいいかなと思います。ちょっと、そのままですね。はい。なついちゃいましたね。よしよしと。あ、来ました。ちなみに先ほど狙ったのはあの木のあたり。え、そこの流れ込みあるじゃないですか。流れ込みの、ところちょっと奥に投げてスプーンを少し沈めるような形で引いてきたっていう形ですね。まあ、いずれもあんまりこう無理やりこうマックスピードを上げるとか、これを思いっきり動かそうという意識じゃなくて、まあ、自然にこうなるべく川の流れと同調する感じで流してるっていう感じですね。ここでショックリーダーを交換します。こう新しいものにちょっと取り替えました。釣り上がると流れはさらに強くなります。今はそうですね、奥に、通してちょっと深めの奥に通して、はい、そのまままっすぐさ、まあ今日結構当たっている感じ、上流に投げて、でまた、あまり速くなく川の流れと同じぐらいのスピードでこうスプーンを泳がしていくっていう釣り方ですね。まあ、今日これがハマってる感じですね。なんかね、はい、行っちゃった。すみません。今日一日やってみた感想をちょっとお伺いしたいんですけど、いかがでしたか。そうですね、この川僕実は初めて、訪れた川なんですけれども、まあ前評判通りすごい軽装がすごく良くてですね、
ニジマスも、まあ、たくさん、いますので、あんまり僕普段スプーンはあまり使わないんですよ。ここはもうミノーよりなんかスプーンの方がちょっと反応良かったですね。なので、まあ、その事前情報で、水生昆虫ばかり食べているということで、より小さめのスプーンの方が、まあ、効果上がりますよなんていう話も聞いてたので、まあ、その通りね、ミノよりはスプーンの方が効果が上がったのかなと思います。まあ、ますますこれからこういう面白いシーズンに入ってくると思うんですけれども、はい、ハイシーズンに向けてこうご自身こんなことや次やってみたいなのってありますか？そうですね、まあ、これからまだ、まあ、セミここまだ鳴いてるんですけれども、そんな流化してるような感じもないので、これからどんどん、まあ、水生昆虫が、終わってというんですかね、終わりかけてくると今度甲虫類とか、流れてくるようになって、でそうするとやっぱりトップの釣りですね、ムシルワなんかで、水面の釣りが楽しめるんじゃないかなと、ちょっとそれをね楽しんでいきたいなと思います。また次も期待しておりますので、はい、頑張ってください。はい、頑張ります。今日はお疲れ様でした。はい、ありがとうございました。次回のノースアングラーズ TV は沖底のロックフィッシュゲーム、お楽しみに。旅行は漁師さんの仕事場、迷惑行為はやめよう。マナーも腕の内。